ズの上を倒すことはできるかな。やつやん、鬼畜軍式労働会デスナガ。そ、鬼畜軍式労働核絶結。さすがだな、追い詰められても全体攻撃で一気に塊を蹴散らしている。この個体一つ一つに約5000万の戦闘力が宿っているのだが、ここまで退治できるとはな。やばいのか、このままだともう一人のヤツがやられてしまうぞ。何よ、こんな数でこの戦闘力差は私の第二回戦じゃどうにもできないよ。記録も上がってきてるからか、挑戦者がどんどん大きくなってる。どうしよう、どうしたらいい。まずいよ、挑戦者一つじゃ間に合わないよ。え、何？なんで挑戦者が止まったの。雲の糸？嘘。いや、来ないで。いやあ、オーカ、大丈夫。オーカ、時計、オーカ。いや、もうこれ以上蹴らないで。なら次は脳を破壊しよう。幸運のようにな。大丈夫、オーカ。もう、ダメ。力が、入らないよ。オーカはもうここに来る段階でもう限界だったんだ。なんで気づいてあげれなかった。ごめん、私、追いかけてこなかった方が良かったね。そんなこと言わないでよ。ここに来る前の戦闘も結局肝心なところで気を失ってたし、ネガティブにならないで。こんなことならおとなしく倒れてた方が良かったよ。うるさい、喋るなって言ってるのがわからないの。なんで俺がピンクのガキを殺さなかったかわかるか。それは要注意人物であるお前の気を引かせるためだ。俺は使えるものは全部使う。そこから最高の結果を生み出す。だが、得られた結果は俺の想像を超えるほどの収穫だった。どうだ、頭をぶち抜かれた感想は。せっか、ちゃん、お、か、せっかちゃん、お、か、ごめん、私があんなことを。ダメだ、意識が遠のいてく。私は結局、果たせなかったんだね。ごめん。安心しろ、お前ら仲良くあの世に送ってやるよ。私は、無力だ。あの時トトに助けられて助かった命。私はあの時をきっかけにもう一度強くなろうと決意できた。諦めかけてた希望をまた持ち直すことができたのはパトのおかげ。だから私は、力をなくしたパトを昔の私のように救いたかった。恩返しがしたかった。懐かしいな。初めて会った時のパト。よくここまで強くなったな。すごい妄想ね。パトが喋りかけてきてる。ご利益があるかもって言っただろ。そういえばそうね、忘れてたわ。せっか、真実はメリアから聞いたんだよね。専属神のことでしょう。ごめんね、私、メリアちゃんと約束したのに。死んじゃったら、果たせないよね。まだ死んでないよ。まだせっかは死んでない。でももう、意識も、体も。諦めないで、夢、叶えるんだろ。うん、だけど。ほら、だって、今の俺に、せっかが思っていることを教えてあげて。今の俺は、せっかの気持ちを必ず受け止めるから。パト？待ってるから。待って、私は。ここ。あなたは。あ、れ。目が、濡れてる。あ、れ。から、だ、が、勝手に。目が、なんだ、ろう、心が、苦しい、辛い。君は、誰？なんで、僕は、こんなにも、苦しいの。パ、と、生き、てる。大、丈夫、私が、あなたを、守、せっか、私は、あなたの、ことを、心、から、愛しています。言葉は、短かったけど、これで伝わったよね。最後に、気持ちを伝えられて、よかった。最後じゃないだろ。パト。これからも、この先も、ずっと、
一緒にいるよ。ねえ、パト、私は、ずっとあなたの隣にいてもいいのかな？僕からお願いするよ。せっか、こんな頼りない僕だけど、ずっと僕のそばにいてくれないかな？喜んで。ありがとう、パト。こんな私を受け入れてくれて。僕もいつもいつも迷惑をかけて、だらしないところばかり見せて。僕こそ、こんな僕のためにありがとう。精神、戻ったの。多分、石化のキスでオーブの力が少し入ってきたんだと思う。そう、ならそのままこれ、受け取って。うん、ありがとう。うん、戻ってる。ありがとう、ここまで大変だったでしょ。うん、でもまだ終わってないの。僕はどうしたらいい？見てて、今の私を見てほしいの。わかった、信用してるよ。うん、行ってきます。行ってらっしゃい。すごい。無駄な力がなくなってすごく軽く、それなのにすごく強く感じる。これが専属神なんだね。さあ、行こう。結局オーブが取れなかった。そ、無駄足だったぜ。なんだ、この神秘的に感じるオーラは、上か。お前、なんで生きてやがる？あなたを倒さないと終わらない。だから私はあなたを倒す。はは、命拾いしたならそのまま逃げていればいいものを。行け、俺の人形、あいつを潰せ。見てて、これが私の新しい力。専属神になって、新たに目覚めた私の力。さあ、新たなこの力でどこまで圧倒できるか試してみましょう。さあ、私に見せて、その力の姿を。あなただったのね。さあ、共に行こう。この技には名前は存在しない。今生まれたものだから。だから今ここで私が名付ける。ゼロ。バカな。俺の人形が一瞬で。意識道路線鉄道。まずいぞ。このままだと本気で負ける。命をかけた勝負、情けはかけないわ。はは、参ったね。次はまた別の方法を考えておこう。今回はお前たちの勝ちだ。さよなら。この勝負、この出来事、私は一生忘れない。これで全て解決よ。ご視聴ありがとうございました。楽しんでいただけたでしょうか？ぜひ気に入ってくださった方はチャンネル登録お願いします。他にも再生リストで過去の動画をまとめているので、気になった方はぜひ見ていってくださいね。それじゃあ寂しいけど今回の動画はこれで終わります。次回も私たちの動画を見てくれるとすごく嬉しいです。それでは次回も、楽しんでいってねー。